全然自慢じゃないんですけど、僕1年目の時の僕って、まあ、社内でもトップクラスに仕事できなかったんですよね。するときは気をつけようっていうのは、システムいじるときはマジであると思って、膝から崩れ落ちて家で。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さん、こんにちは。トップションハスケです。チャンネル登録、ベルマークのクリックの方はよろしくお願いします。ということで、本日は外根上司で話題のコウキさんに来ていただいてます。こんにちは。こんにちは。ということで、まあ、トップ賞の2人で送る動画になってるんですけども、はい、今日はですね、いつもこう、ショーツ、外根上司でキレキレ、まあ、かつ、まあ、ユースフルって我々の会社では、まあ、めちゃめちゃこう、仕事ができると話題のコウキさんですけども、まあ、そんなコウキさんもですね、いろいろ、なんかこう、人間味あるとかあるんじゃないのみたいな、失敗ってしてきたんじゃないのみたいなところを知りたい視聴者もいるかなと思ってるんで、なんか、そんな今日はコウキさんの、僕もやりました失敗談みたいなところを聞いていきたいなと思って動画回してますと。まあ、先日ね、後期のなんか、これまでのこう経歴をバーッと語ったこちらの動画で、まあ、リリースしたら結構反響があって、なんか後期さんこんな人生だったんですね、みたいなのがあったと思うんで、それのこう失敗談を凝縮したバージョンみたいな。なんか意外と人間だったんだ、みたいな、なんかコメントがいっぱい来て、複雑な気持ちになりましたね。そうね。なんかまあ普段のショーツで見てる後期のキャラというか、まああれはキャラなんだけど。そうなんです。あれガチキャラだと勘違いされて会話することが多くてですね、初めての人。結構困ってます。あれがガチだったら俺ら一緒に働けてないから。多分そうですよね。多分採用もしてないし。そうです。最近本当になんか友人とか初めての人に会うとガチ YouTuber だと思われるのが一個と、うん、ガチであのキャラだと思われてるのがって思ってますね。そうだよね、そうだよね。昔の友人とかからしてもびっくりだったみたいな。外交入って変わったみたいな。人格ねじ曲がったなみたいな感じで感じられてることがよくあって、うん、多分変わってないと信じてるんですが、まあ、そうだね、あれはまあちょっと我々のお願いもあり、コウキが頑張ってやってくれてるキャラっていうことなんですが、まあまあそこのギャップもね、なんかいい感じで視聴者の皆さんに伝わってるなと思うんですが、そんな感じで失敗談を3つほど聞いていきたいと思うんですが、まあ、ズバリ1つ目、まあこれはアクセンチュア時代でも、ユースフル来てからでもいいんだけど、なんかコウキの失敗談どんなことが。そうですね、一つ目が、まあ、メールボックス破壊事件っていうなんですけど、ちゃんとタイトルつけてるよね。タイトルは一応つけてきます、それっぽい。で、まあ社会人の1年目、2年目の話をメインに、しょうもない失敗の話とかだと思うんですけど、まあ、全然自慢じゃないんですけど、僕、1年目の時の僕って、まあ、社内でもトップクラスに仕事できなかったんですよね。で、まあ、この間 のキャリアの悩みあったりっていう動画でも上げたんですけど、僕、実際に1ヶ月でクビになってて、プロジェクト。そうだよね。そうなんですよ。アサインされて新入社員が1ヶ月でクビになるって意味わかんない時点に落ちてたんですけど、なかなかないね、うん、なかなかないと思いますね。そんな経験しようって見たことないんで。で、まあそのこと話したらコメント欄で、仕事できないからクビになりましたみたいな簡単に話したんですけど、コメント欄でも、まあ、仕事できないってこうどんなみたいな具体的にあったんですね。でそこでコメント返したのは、まあ、なんか努力量を認めてほしいみたいな甘いとマインドセットがあったからですみたいな真面目な回答をしたんですが、まあ、実際はまあそれもあるんですけど、もちろん本質的な動機として単純に僕ポンコツすぎるっていう話で、おささん、たすけさんとか知ってると思うんですけど、結構 ADHD 気質なんですよね。高校とか大学の友達とか全員知ってるんですけど、ひしひしと日々感じております。そうですね、先週の感じに服忘れさせてもらったんで、てか毎週忘れない日ないよ、何かを。財布、携帯、服、ね、何でも忘れる。やろうと思ってるんですけど無理なんですよね、本当に。まあ、いわゆる不注意とか多動衝動性的なそういう症状で、まあ、簡単に言うと物忘れとか、なんかすごい動いちゃうとか、なんかよくわかんないけどそんな感じ。よくスマホとか携帯とかなくしちゃうんですよ。っていうのがまあ僕っていう人間ですと。ちょっと余計なくなっちゃったんですけど、まあっていうのがあったんで、その学生時代からひどかった、社会人になってもやばいなと思って、最初気をつけるつもりではいたけど、やっぱできてなかったんですよね。最初なんか仕事でも帰り際に PC つけっぱで帰ったりとか、こうとかノート置きっぱねとかして注意されるみたいなのが最初からこうあって、でまあさらにややこしいのは、コンサルってそのクライアントの PC 使うんで、そう帰るときになんかクライアントへのチェックシート書いたり、あとデスクトップをきれいにする、クリーンデスクトップみたいに言うんですけど、こう余計なファイルがないようにするみたいな、なんかいろんなルールがあって、まあ、そんなの僕が覚えられるわけありませんと。なんで、そのちゃんと付箋みたいのに、机の上を片付けること、まあ、椅子をしまうこと、しょうもないことを書いてたんですよ、できないんで。で、あとはまあクリーンデスクトップすることみたいな、その独自のルールみたいなのも書いてて、まあ、ある日、これからこれを使っていこうと思って、まあ、帰り際にこう付箋を見て、パソコンに貼ってある。で、一番、机から付けるできてるねって、椅子しまうできてるねって見て、まあ、最後のまあクリーンデスクトップはやんなきゃと思って、使ってたファイルを全部一旦デスクトップに置いて、それをゴミ箱にヒュッて置いて、あ、これで大丈夫だと思って帰ってたんですよ。で、まあ、翌日、まあ、社出社をして、まあ、PC とか周り見たら、あ、ちゃんとできてたらよかったと思って、まあ、朝ってメール開くじゃないですか。
でメールをチェックしたらメールに何もないんですよね、うん、真っさらな状態で受信ボックスゼロだし、なんか連絡先とかも全部ゼロになって焦るね、焦りますよね、何これと思って、なんか不具合でも起きたのかなみたいな、システムトラブルでも起きたのかなと思って隣の上司に、丸山さんなんか何もないんですけどどうなってますかって言ったら、いや全然あるよみたいな、上司のところにはもう大量のメールが来てるわけです。でなんかおかしいですねみたいな、私と調べよっかって調べたら PST ファイルってご存知ですか？うん、聞いたことある。アウトルックの全てのデータが、うん、入ってる、連絡先とか過去のデータとか、うん、でそれがなくてですね、まあ、結論から言うと、それ僕クリーンデスクトップするときに5目にぶち込んでたんですよね、うん、あ、めちゃめちゃ大事なもの消しちゃったのね。でそれでもう全部消えてて、もう呆れられて、その日の夕方ぐらいに当時のシニアマネージャーとか電話がかかってきて、うん、でそれで丸の内に呼ばれて、あの動画で話したクビになったっていう。あ、じゃあなんか多分それだけではないだろうけど、最終的な引き金はもうそのメールボックス破壊事件だったんだ。メールボックス破壊事件で最後のシュートを打ってゴールが決まったって感じでしたね。いやナイスシュートだねそれは。いやースーパーナイスシュートだと自分で思いますね。もちろんそれもそう、できないよねできないよねできないよねって言って基本業務のことなんですけど、業務以外のそういう物忘れとかそういうのもあったん で最後にもうそれを破壊してもうダメだってなって、翌日呼び出されてマネージャー2人に、君はもう一緒に働けませんって言われたっていう。あー、なるほどね。まあまあ確かに、まあ、事件としては大きめだし、情報管理、まあ、めちゃめちゃ大事な時代だから、まあ、それがいきなり全部消えてしまうというのは、まあ、コンサル的にはね、まあもちろんすごく指摘事項にはなっちゃうだろうし、大変なことだよね確かに。まあ無能の極みですよね。なんかないですかサスケさん、そういう消しちゃったとか。いやまあなんか僕ら気づかない業務で余裕がない時とか、特に1年目で切羽詰まっててさ、もうオフィスにいる間とか多分常にこう緊張感あるというか、特にアサインしてされてすぐとか、なんかおかしな精神状況になるみたいな、はいはい、俺も1年目あって、いや普段だったらこんなミスしないなみたいなミスとかがあったっていうのはあったから、なんか大枠近しい経験はしたことあるかな。ちょっと程度は違いますけど若干それも入ってますね。やっぱもう業務の方でもミスしまくってたんで、剣に硬くなっちゃうっていうか、よりそれでなんか慎重になってるようで慣れてないっていうか、焦りは多分あったと思います。見ててもさ、やっぱすごく業務にこうスーッと入っていくからさ、やっぱ多分逆に集中力があるってことだと思うんだけど、やっぱこうなると他のことが多分こう目につかなくなるとか。いやそうなんですよね、うん、それはちょっとあって、まあ、ここまでひどい人なかなかいないと思うんですけど、うん、まあなんか焦っちゃったりとかするときにはミスが起こりやすいっていうのはあるのかなっていうのと、あとなんかちょっと真面目な話で言うと、削除するときは気をつけようっていうのはシステムいじるときはマジであると思ってて、ちょっと僕の場合メールボックスしょぼすぎるんですけど、レベルが、うん、あると思ってて、その IT 業界ってなんだっけ、クラッドっていう風な、表現されたりするんですけど、まあなんかクリエイト、データの作成、リード読み出し、アップデート更新、デリート削除みたいな感じで、うん、今挙げた4つの、まあ、データ操作のことをクラッドって呼んだりするんですけど、最後2つのアップデートとデリートってデータに変化起こっちゃうんで、これやるときはめちゃくちゃ注意しやりなよっていうのはすごい言われてました。そうデータベースを破壊しちゃったりとか、うん、そう社内のなんかシステムにエラーを起こしちゃったりとかあるんで、その操作をするときは、まあ、エンジニアの人じゃなくてビジネス側の人でもめちゃめちゃ注意しなきゃいけないなっていうのはなんか節々して感じるところありましたね。結構そのビジネスサイドでもさファイルベースとかでもさ、例えばスプレッドシートを変更するときは履歴しっかり残りましょうとか、バージョン2作りましょうとかさ、はいはいはい、そういうルールやっぱりこうセキュリティがしっかりしてるとか会社ほどやってるイメージがあって、スタートアップとかとそこないがしろにしがちだから、まあ徹底的にそこら辺はやるって越したことないね。 OK です。じゃあまあ1つ目はメールボックス破壊事件ということで、なかなかインパクトになる、まあプロジェクトクビになる引き金になった事件でしたで2つ目はどうですか。で2つ目はコントロール D 事件っていうふうにして、うんうんうん、これ2年目の話なんですけど、まあ、当時今流行りの DX 案件で開発メンバー1000人ぐらいいるめちゃめちゃでかい大規模プロジェクトの PM をプロジェクトマネジメントが入ったっていうのも、まあ、1年目がそのクビ事件があった後に、これも前の動画で話したんですけど、超炎上プロジェクトに入ってめちゃくちゃしごかれたんです。ひたすらバチボコに詰められて、でかなり結構できるようになったんですよ、そんだけ詰められると。で2年目でそのコンサルの案件の方に移動させてもらえて、結構評価もされてたんですよ当時。そのなんか部下なんかもできたりとかして、ちょっと天元になってできてきてるわみたいな、コンサルの動き方もできるし、テクノロジーもある程度良くなったし、PC 操作ショートカットでパパパみたいなのができて、ちょっと一応ちょっと息出してる時あるじゃないですか、社会人の2年目3年目ぐらいでできるようになったみたいなっていう時期のプロジェクトの話ですね。で、プロジェクト状況としては開発って、まあ、簡単に言うと要件定義があって、設計があって、プログラミングがあって、テストがあって、リリースっていう流れで、まあ、設計っていうフェーズだったんですね。
なんでこうエンジニアの人がソースを書くための設計書を作るみたいな。僕らはコンサルなんで、まあ、1000人プロジェクトがいたら、その上の、各プロジェクトの成果物だったりとか、まあ、品質だったりとかっていうのを、まあ、全体戦略考えたり全体管理して、まあ、大企業の役員時マネジメント層にこうレコーディングするみたいな役割でしたと。なんでそういった業務がメインなんで、設計フェーズなんで設計書がどん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 上がってくると、何百人っていう人から上がってきて、まあ、それをフォルダで管理してるわけですよ、ドライブで。なんかエンジニアの人ってすごいスキルはあるんで専門性はあるんですけど、結構整理したりとか物事を構造的に捉えたりとか、まあ、そういうのってそこまで得意じゃない方が多かったですよね。で、まあ、例のごとくそういう役割は僕らコンサルチームになっていて、まあ、論理的な階層構造を作ったりとかして、フォルダにこうきれいに振り分けてっていうのをやったりとかしてたわけですね。でまあ、それも結構作業慣れてたんで、大量のファイルがあるんで、まあ、一旦スプシでこういう風な全体像みたいな感じで、あとは作業するだけみたいになったんで、まあ、コントロール X、コントロール V、あれですね、切り取り貼り付け、受け取り貼り付け、コントロール X、コントロール V、バーバーバーってやって、まあ、フォルダをきれいにしてったわけですよ。そしたら、なんか見慣れないフォルダが1個あって、今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。なんだこれみたいな、こんなん使ってないだろうし、まあ、いらんわと思って、コントロール D、 これ削除なんですけど、うん、コントロール D で押して、まあ、消して、で全体的に余計なものは全部ない状態にして、その日終わったんですよ。でまた翌日出社しまして、で出社するとなんかもう明らかに雰囲気おかしいんですよ。慌ただしくって、うん、バタバタしてる雰囲気がして、あなんかやばい、これなんか怒ってんなみたいな感じで、で朝また PC 開いてこうメール開けたんですよ、うん、そしたら今度は大量にメール届いてて、うんメールボックスを破壊した翌年には逆にメールが届きすぎると、あの前年何もなかったって焦ってたんですけど、今度めちゃくちゃメール届いてた、朝に本当にメール届いてて、うん、で僕 の, そのうちのチーム宛てだったりとか、なんかいろんな方面でこう飛び交ってるんですよ。でどんな内容かっていうと、まるの設計書ないんですけどとか、コロナ管理資料なくな、なんかアクセスできないんですけどみたいなのがめちゃくちゃ飛び込んでて、で要は僕のコントロール D で消したフォルダっていうのが、そのうちの3分の1ぐらいが入ってる設計書の格納フォルダだったっていう話。あなんで、ね、コントロール D 事件って言ったんですけど、うん、まあ、別名設計書破壊事件ですね。破壊しまくりだね。そうなんですよ、ね、本当にやばかって、当時僕は頭破壊神でしたもんだから。あやっぱこう注意が足りてない時があるってことなのかな。いや多分これ僕だけかもしれないですけど、そういうミスやっちゃうんですよね。なんでもしかしたらいつかユーセフルのフォルダか YouTube も破壊する可能性あるんで気をつけてください。いや YouTube のチャンネル破壊とかマジやばいよ。あの本当にあのこれ Google さんのあれだからさ、俺らどうしようもないし、多分普通に俺らもいなくなるって話だから。本当にいやマジで気をつけなきゃなと思って、だからさっき言った更新と削除はマジで慎重になりますね。でもなんかない話でもないかなと思ってて、それこそシステム開発やってる時も社会人歴15年ぐらいの人がデータベース破壊したりとか、フォルダがなくなるって事件ちょこちょこあったし、ユースするでもたまにあるじゃないですか。あるね、ある全然あれありますよね、メールとかもそうですけど、うん、なんで特に社会人若手だし慣れてきても油断するとありがちなミスなのかななんてことは思ったりしてるんですけど、僕ですかね、うん、まあまああるだろうね、特に、うん1年目2年目は多いだろうし、あとはまあそこのなんかアンテナの高さというか感度というか一応確認するとか、そういった作業が結構人の性格だったりとかによってもやる頻度だったりやるかやらないかみたいなところ、この場面でやるやらないかって、まあなんかすごく教わるわけでもないからさ、だからみんなのなんか感覚でやっちゃってる部分あると思うから、とはいえあのこういうこと起きた時にすごく事件になるとか、なんか僕はプロジェクトそれも後期うまくいってたわけじゃん、評価や始めて、そうですね、調子乗ってる時期だったんで、だけど、まあ、やべえなってなる。そうだよね。それでちょっと評価下げちゃうみたいなのもったいないからさ。そこを脳死でやるとマジでトラブル。なんかデータ破壊系とかが多いけど、3つ目はどう？うん、3つ目クレジットカード事件ですね。ちょっと違う話かなこれは。じゃあ違いますね、今回は破壊しないんで安心してください。まあこれあの経費の話で、コンサルって経費すごいんですよ実は。でまあ飲み会とか、タクシーホテルとか、まあ、タクシーホテルは炎上プロジェクトに入る時の特典なんですけど、うん、まあ基本メイン飲み会で、スタッフは払えないんですけど、マネージャー以上管理職以上がいくらいくらみたいに予算が月か年間だって、飲み会基本スタッフ払うことないんですよ。これ意外とそうなんですよ、コンサルのお得情報で。だからまあ仕事以外全く金かからんで結構いいとこ行けるみたいなのがあって、でまあその結構飲み会もあったりするんですよね。で、1年目の一番炎上してた月の3分の1をタクシーホテルで帰ってた時のプロジェクトの話で、炎上してて人数が増えてくるんですよね、やっぱ炎上してると。で50人ぐらいのチーム、結構多いチームになっていて、その時当時開発メンバーもいたんで、でまあ、大炎上してて、かつ炎上していると、いわゆる MD、マネージングディレクターっていう役職とか、シニアマネージャーとか、偉い人がこう援軍で入ってくるんですよ。
で、まあ、MD、まあ、超偉い人が入ってきて、まあ、MD がどんぐらい偉いかって言ったら、まあ、当時1年目で僕をバチボコ詰めてた上司を、バチボコ詰めてた上司の、その上司をバチボコに詰めてた上司みたいなレベルの感じの人、まあ、上の上の上の上みたいな。爪の階層があるわけね。爪の階層があるんです。うん、僕がいつも詰められてる人も、違うミーティングではめっちゃ詰められてる。うんうん、っていうのが入ってくるやつでした。で、僕1年目だったんで、飲み会幹事やるじゃないですか。でも絶対失敗できないところは。でただでさえその前の首事件で評判悪くしてるんで、これは失敗できない。かつ、まあ、少し自信はあってたんで、なんでかっていうと、あの僕立教大でテニスター入ってたんですけど、結構50人とか100人とか150人とか飲み会の幹事代表みたいなことを何回も何回もやってたんですよ。そうだ、円環番長コキさんのね、大学生は。なんかそんな感じで、まあ、大学時代は飲み会を回すことだけにこう執念を燃やしてたんで、まあ、ついに4年間の集大成をっていう時が来たなと。あ、このためだと。このためだったんだ、伏線だったんだと思って、ここで絶対バリュー出してやると思って。まあ、何やかんや仕事できなくても飲み会とかできると少し見え方変わったりするじゃないですか。だからこれはもうチャンスだと思って、めちゃくちゃ入念に準備して楽しませようってみんなを。で、まあ、視聴者の方だから、もちろんご存知だと思うんですけど、事前確認で店行って、値下げ交渉したり、プロジェクター用意してもらったり、お酒の種類、席の配置、タバコ、あと領収書のところとか、下見とかも全部やって、で、まあ、いろんな要望もやっぱいろんな人から来るんで、まあ、うるせえ、なんでもいいだろうと思いながら、ちゃんと準備をして、事前に。で、想定通りっていうか、ちゃんと押さえられたんですよね、いい感じの場所が。まあ、12月ですよ、クリスマスなんで。で、前日かな、前日かされましたけど、20時ぐらい夜、家帰ってから、最終チェックの電話も入れたんです。前日に、まあ、人数こんぐらいですよねとか、少し早めに打ち合わせ行きますかみたいな話をして、OK です、OK です、OK ですみたいな。でもこれ大丈夫だなと思って、まあ、最後に念のための確認で、まあ、領収書、あれを、まあ、例のごとく、マネージャー以上、管理職以上が払うんで、まあ、5人分割して、こう、クレーカ払いできますかみたいな。まあ、要は1人だと人数多すぎて何十万ってなっちゃうんで、5人にこう経費を分けてつけるみたいなことできますかって聞いたんですよ、ね。そしたら、できませんって言われて。おぉ。と思って。そうだね、まずいよね。本当、膝から崩れ落ちて家で。うん、えって思って。いや、なんとかお願いできないんですって。それだと本当に困って払えなくなっちゃうんですよね、みたいな感じに話をしたら、いやー、そう言われましたよ、もう、みたいな。とまあ店長に相談、上長に相談するんで、まあ、1、2時間、今忙しいみたいなんで、2、3時間か1、2時間か待ってくださいみたいに言われて、うん、あ、やばと思って、で、当時、僕の家でその時の彼女と行ったんですけど、いろんな店舗に片っ端から電話かけまくって、40人、50人空いてますか、空いてるわけないじゃないですか。前日、前々日で、しかも12月の繁忙期シーズンなんで、で、空いてません、空いてませんって言われて、もう待つしかないんですよ、普通に電話を。で、30分ぐらい待って、ブルルルってなってきて、立ってて、どうでしたかって言ったら、いや、できましたよって言われて、行けますよって言われて、もう一回こう膝から崩れ落ちて、その時人生で一番彼女を強く抱きしめましたね。いやいやいや、おかしいでしょ。それはなんかもっと他にあったでしょう。一番でいいですね、はい。まあ確かに商社も結構会食とかあったから、やっぱこういくつか確認事項がある中で絶対確認しなきゃいけない内容が1個だけ漏れちゃうとかね、そういうのはやっぱ確かにあって、まあ割となんかね、広い意味だとみんなも経験ある事件かもしれないね。これが一番あるかもしれないですね。いやマジで焦りましたよ、あの時。本当に幸せと止まらなかったですもん、震えが。なんて説明しようと思って。そうだよね、確かに。なんか俺もそれ、なんか領収書分割できない事件はそんなでかい規模じゃなかったけどあった気がするし、やっぱなんだろう、偉い人の好みをちゃんと理解できてなかったとか、あのタクシーミスったとか、うんうん、なんかまあいろいろそういう小さい事件はあったから、そこの時のなんかこの冷や汗の出方とかの気持ちはすごい分かる。だからなんか頭の中で考えるんじゃなくて、ちゃんと紙でメモを整理して、チェックするとかしなきゃいけないなっていう真面目な学びがありましたね。うん、OKOK、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、外婚上司役のコウキさんに、まあ、ね、ほりはほり失敗談を聞きましたが、まあ、失敗してますね、いろいろ。いや、相当してますよ、もう。星の数もあるんで。もう、ぜひともユースフルではその失敗をしないでいただきたいところですが。はい、今のところ大きなミスはないかな。毎週、サスケさん家に手土産を入れて帰るぐらいですかね。そうだね。まあ、それぐらいで済んでるから、まあ、いいかな。いや、いつかやれかすほど怖いですね、マジで。そうね。まあ、ちょっと。いろいろ物破壊するとか、会食でミスるとか、そこら辺は気をつけてほしいですが、まあ今日の動画はね、コウキのそういう失敗談を聞いていきましたが、いろいろこのコウキのね、中身知りたいみたいな視聴者さん多いと思うんで、逆にコウキの仕事ができるコツだったりとか、そっちの方の動画も撮っていきたいと思うんで、またいろいろ一緒に撮ってください、ぜひ。はい、お願いします。はい。で、今現在、我々トップ秀では無料でケア相談を引き受けております。枠には限りがあるんですけども、概要欄から応募いただければですね、この動画に出てくるコウキさんみたいになりたいとか、まあ現職に悩みがあるっていう方、来ていただければ対応できますので、ぜひぜひ気軽に応募いただければと思います。まあ、もしかしたら後期がね直接出てくるって可能性もあるので、ぜひぜひいただければと思います。はい、それではまた皆さん次回しましょう。 See you next time。 バイバイ。
今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。